ちゃん守れる可能性出てきたんで、さあここ、ここら辺かな、よいしょ。で、よいしょ。ドゥンドゥンドゥンと。いや、守れんじゃねこれ。守れそうじゃねあ、守れんな、これ。あ、守れたな、これ。これ、熱いな、これ。東西ラーボクボキタッシャン。はい、ということで、今日はですね、こちら、エレジャーに使っていくんですけども、まあ、このデリバリー型。はい。まあ、これがね、今、世界1位が使ってるね、この形。まあね、前シーズンも世界1位、エレジで行ってる彼がね、まあ、デリバリー型で無双してるんですよ。はい。まあ、本来、ここのリボバなんですけど、デリバリーすることによって、かゆいところに手が手が届くと。はい。まあ、このデッキ何がきついって、ガゴ群れとかガゴ、スケダ、なんていう、空系、やっぱリトプリしかいないんで、それがきつかったりとか、リトプリきついところをデリバリー全部解決できる。これやばい、マジで。革命っすね、本当に。もうこれでね、一気に勝てるようになりましたね。はい。あの、ロリーババやったきついところをデリバリーでマジでめちゃくちゃ楽になるんで、いや、これね、マジでいい。デリバリーおすすめです、本当に。これした瞬間めっちゃトラ上がったんで。はい。今日はね、サバーガの方マルチやっていきましょう。さあ来ました、ジョージ来ました、ジョージちゃん来ましたよ。やっていきますか、よろしくと。なるほどね。はい、まあこれ一旦ね、ちょっと手札悪いっす。はい、めちゃくちゃ悪いんで一旦待ちっす。はい、もうこれ何も動けへん、こんなこれ何したって動けへんよ。もうマジでガチ相手がもうガチガチ動いてこなかったらもう飛ばします。はい、いやでもなんか飛ばしてこなす動いて、あ、来た、動いてきました。はいはいはい、一旦ね、リトブリから合わし上げて、で、ジョージは多分、迫撃じゃないんかな、わからんけど。で、することないリトプリのスキルね。することないスキル打ってあげて。はいはい、ブーラー、ちょっと待って。あ、でも、これは入らへんの、多分。入らないですね。入らないんで、OK としましょう。で、これ、ボーラーで角度つけてあげて。はいはい、こんな感じで。取れ来ないでね、お願い。これ多分ね、エレジャイミラーの可能性と、あ、え、もういい、もういい、わからん。わからんけど、まあ、突っ込む。で、多分、まあ、フリーズ防衛かな、相手。相手としてはフリーズ防衛かもしれないんで、ここ。水じゃないかな。いや、そうだよね。これトルネでいい感じで下げたらさ、ワンチャンのこれ、はい、入りそう、入りそう。いやー、いい、めちゃくちゃいいトルネじゃない、これ。マジで完璧なトルネじゃない。もう正解出したこれ、はい、やれ。いやー、マジ、いやー、そのライドラ、ライドラさんインターン残ってんの、マジやばいけど、これデリバリーで全部そっちょってからからの大砲。はい、このね、キュイーンって角度つけてあげて、相手フリーズ切ってたから、まあ、ここはね、まあ、これだけで守れると思います。はい、まあおそらくね、はい、守れそう。なんならね、デリバリーが一発入りました。フィッシーですね。まあこれ、多分、なんかインドラ、ライドラ、いや、ワンチャンリトプリ、いや、ライドラ、インドラ、ライドラ、ボーラー、ナイト、フリーズ取るねとか、多分そんな感じなんで、うん、まあ進化ナイトであることは多分間違いないですね。うん、まあでも、多分施設は入ってないんで、とインドラぐらいしか多分そのエリジに対して強いユニットいないんで、まあインドラにマジケアしたらマジ勝ちみたいなところはありますね。はい。まあこれリトプリで、まあやってあげて、で、まあどうなんすかね。まあここに切ってくるんかな。まあ、切ってくるけど、これなんかやれそうじゃね。で、これ1回目はこれライトニングっすね。これ1回目はライトニングでブチブチにしといてあげて、はい。で、まあ、これはね、トルネード打たなくても、そうっすね。もう、近畿したいんで、次。なんなら、ちょっと入りそうじゃね？ちょっと入りそう。ちょっと、ちょっと。ほんまのちょっと。いやー、結構入った。いや、これナイトっすね。多分、進化ナイト。そう、来るんで。マジどうしよう。マジこれ、終わったくないこれ、どうするこれ。マジ終わったくないこれ。どうするこれ、マジで。いや、絶対これ来るくない、絶対あれ来るくない、トルネ来るくないこれ、絶対。いや、でも、ボーラーさえやれば、ボーラーさえやれば、オッケーオッケー。はい、ボーラーさえやってくれた。あ、まあまあまあ、それ、トルネ切っても、それ、これ、ライトニングっすね。はい。もうライトニングでジュンジュンジュンと、はい、守ってあげて、で、まあフリーズ来たら端前エレジー行きます。これさすがに来ないと思う。ああ、もう端前エレジーですね、これ。これね、多分2発入るんですけど、ケースね。はい、フリーズ切ったらもう相手ね、これ止まんないです。はい、もうなんならね、もういらない、こっちやっちゃう。はい、こっち押しちゃう。はい、こっち押せて、でリトブリで守っちゃう。はい、これ大体もう GG なんで、もう相手ね、フリーズ来たら終わりなんですよ。はい、もうそんな許されないんですよ、ほらね。あ、まあさすがにね、今のフリーズはもうやりすぎっすね、相手。まあさすがにって感じで。あ、デリバリー強いね。やっぱこんな感じでさ、ビビドラインドラとか、ロリーボバやってメジキズところを、デリバリーやとね、こう勝てるんすよ。これがね、マジで革命っすわ。ほんま、デリバリーめちゃくちゃ強い、ほんまに。さあ来ました。バイと言ってるから、枯渇系かな。やっていきましょう。わあ、これ、ちょっとね、てか、思ったやけどさ、デリバリーだとあれじゃね？結構手札終わりそうだな、これ。よいしょ、はい。いや、このね、反射神経なんすよ、マジで。いや、なんで今のいけたんやろ？でも、枯渇って終わってたからいけたね、正直。バイトって言ってたからね、そう。まあ、名前でね、相手はフリーですね。もう名前だけでもうアド取られてる。もう名前アド取られてますね、これ、ほんまに。かわいそう。名前でもうね、わかってしまうもんね、やっぱり。さあ、まあこれは多分インフェかな。まあでもテスラかな、わかんない。まあインフェじゃなかった、テスラだったら幸せだけど、
いやテスラの可能性はありますね。なんかキンキできそうじゃねこれ、ワンチャン。よいしょ、はい、こんな感じでやったらできそう。オッケー、めっちゃいいね、めっちゃいいね、はいはいはい。あーいいっすね。でまあこれは、うわどうしよう、うめちゃくちゃ、うわめっちゃどうしよう、めっちゃどうしよう。これデリバリーだ、ここ、よいしょ頑張れ。いや頼む、ちょっと入るけどデリバリーしかない。これはこれね、入るけどデリバリーしかないですね。あーいやーリトプリのスキルまでいけたらよかったけど、多分ねちょっとシャバいんで、それはまあ一旦これだけでやってあげて、でリトプリケツからっすね。これはリトプリケツからので、まあこれ多分相手があれやから、まあこれね後ろから展開してあげて、結構アロ取れてんな。これんで後ろからナイト出してあげて、でまあこれボーラー、いやトルネだな、これトルネで守ってあげて、オッケーいいね。でまあ右ワンチャン延命してくるかもしれんな、これ右に進化ナイトか、進化ナイト来るかもしれない。来たら、あいやどうしようか、大砲ですね。来る可能性はある、来る可能性はあります。はい来ました。いやこれね、はいこれもボーラーですね、ボーラー餌食ですね、はい、はいはいはい、ようこそこちらへ、ボーラーの餌食です。ワンチャン左端プリ、そうですね、やっぱりね来ましたね。でもそれやりすぎなんですよ、相手ともこれやばいよ、これ端前でこれだけでもう連打。あーインフェか、いやテスラだったらマジで世界変わったな、マジ世界変わってたな。いやまあ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 っすね。でまあこれは始まエレジですね、これはもうインフェ切った後なんで、もう息毒で、でギャングなんで速攻取るねってあげて、はい速攻取るね。ででまあインフェまで来たらまあまあまあとはいえっすね、まあそれは放置でいいっすね。あーまあこれは打たなくていいっすね、はい打たずにさ後ろから入ってあげて、でまあ端プリ見えますね、正直端プリはあり得る。来なかったですね。じゃあまあ後ろリトプリしてあげて、でまあこれナイトですね、はいナイトに受けてあげて、でこれ端前ですね、これ端前でやってあげつつの、ちょっとルート強制も見つつの、角っすね、これ角でちょっとねライトニングエクサ貯めたいんで、こんな感じだからちょっとねここら辺に、で多分ナイトここら辺に来るんじゃない、よいしょ、んライトニング当たってないね、まあまあまあとはいえです、はい。でこれトルネでいい感じに全部まとめて、さあボーラーの車線上に、よいしょボーリーが、いやーいいねボーラー先生マジ強いわ、ボーラーが強い。であれは許容しつつの、まあ、デリバリー構えとく、はい来ましたね。でまあこれはナイトで、うん、よいしょ、はい構えてあげて、さあいいね、ここもう一回エレジー行きたいっすね、これ許容したんで、はい右っすね、ここ右行ってあげて、さあエレジーここぐらいからですね、ここぐらいから行ってあげて、はいはいはい。いやーちょっとね左も右も怖いところではあるんですけども、まあここはライトニングでいい感じになってほしいけどな、普通にいい感じになってくれて、はいはいはいタゲチェンして、いやこれマジで熱いぞ、これマジで熱いぞ、おいしょトルネで、おいしょ、ああこれ結構熱いんじゃねこれマジで、飛ばらんくないで、よいしょスキルまで打って、はいはいはい、いやめちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、めっちゃエリジ入ってるよ、めっちゃエリジ入ってる、はいはいはい落ち着きね、これ一旦のボーラーね、一旦のボーラーでデリバリー構えて、絶対バレル来るよ 100% バレル来るよ、これバレル絶対来るからね、これで大砲、はいはいはい、バレル来るよ、これ来るよ来るよ、はい来るよ、はいはいはい構えてあげる、素晴らしい、いやしっかりね、よいしょ、はいいいね。でまあこっからね、もう一回ライトニングのあの構えですね、あのムーブするのがめちゃくちゃ強いんで、はいはいはい。でまあこれはライトニングで、ブッチですね、ライトニングブッチしてあげて、はいはいはい。でいやこれトルネ打てば多分ちょ入るんじゃない、入りそうじゃない、どう入りそうじゃない、ちょっと入りそうじゃない、ちょっと入った、えこれ待って落ちるくね、どうやろう、これあれかな、えなんだボーラー、あれボーラー、あれボーラー、あボーラー、いやこれライトニングでいける、これいける、相手飛来心するユニットない、オーケーいいね危ない危ない危ない、いやこれは結構いい立ち回りできたな、ボーラー先生は強かった。いやちょっと相性的には若干きついと思うんですけど、まあでもデリバリー構えてたりとか、まあいろいろでやっぱね良、かったですね、立ち回りが良かった今の。さあ来ました、ポーム、ポーム野郎はなんか見たことあるけど出来がわからないですねラバでした。いや待ってこれ手札終わってるわ、見て俺の手札やばくない、これマジ何もできない、これ泣いていいっすね、いやちょっとリトプリ欲しいけど、これもう終わってんな、マジ手札、マジ手札終わってんな。まあでもデリバリーだから、そうラバに対しても結構ね強くなるんすよね、これリトプリで。でも相手がどこに、まあ、ディガー飛ばしていく可能性は多分ここっすね、前っすね、多分前、いやこれ当てれないんすよ、これ当てれないっすよ、俺当てるよマジで頼むから当てるよ、そこは当ててくれ。でまあこれは、デリバリーでいい感じに守ってあげましょう、はいポスって、うんまあこれねガゴだったからワンチャンね、ガゴガゴのなんか
あれかもしんないですね。はい。あの、あれです。伝わってくれ。あ、そうっすね。ガゴガゴ、ガゴガゴババ、ラバル、エディガ、ヤザップやっときますね。なんだ、もう左これ突っ込みっすね、これ。もうね、突っ込むだけでいいっす、これ。いや、マジで。いや、左ね、多分ババ来ると思うんですけど、まあ、入り地があれば全然ね、怖くないと。はい、もうこれで、ね、いきます。で、右多分ワンチャン、もう捨てのガゴ群れはあるかもしんないけど、どうすんのやろ、あれか、左。どうやって守るんやろ相手。いや、ちょっと考えてる。相手考えてるよ。パーババー。さあ、ただ結構入るよな、これ。で、多分ディガーが来るから、ここら辺。よいしょ。延命。うわ、めっちゃいい延命だ、マジで。これマジで。くっそいい延命してるわ、マジで。いや、これデリバリーも温存しよう、これ。めっちゃいい、これ。マジでいいわ。これガチでいい延命。ほんとに。これディガー当てるだけでね、だいぶね、世界変わるからね、普通に。で、まあ、これは、どうしよっかな。スキル切っとくか。一応切って、なんか対応させたい。ガゴっすね、多分。多分ガゴ来ると思うんですけど。そうっすね。で、まあ、これ死んでから対応したいんで、はい。死ね。オッケー、はいはい。で、まあ、これは、左行って、で、まあ、多分ね、11交換になります。これ、これしょうがない。正直ね、守れないね、多分。右11交換っすね。で、まあ、こっち。で、多分、バルーンまで来そう。バルーン来たら、バルーンから、あ、いや。ワンチャン延命できるか、これ。ワンチャン守れるか。ワンチャン守れる可能性は出てきた、普通に。ワンチャン守れる可能性は出てきたんで、さあ、ここ、ここら辺かな。よいしょ。で、よいしょ。ドゥン、ドゥン、ドゥンと。いや、守れんじゃねこれ。守れそうじゃねあ、守れんな、これ。あ、守れたな、これ。これ、熱いな、これ。あ、熱いな、これ。守れちゃったよ、これ。いや、もう勝ちじゃん、これ。これ、守れたんやばいな、今の。でも、相手がさ、血迷ってたもんな。相手なんかさ、バルーンちょっと後ろから出したもんな。端前つけたらいいものの、なんか後ろから来たから守れたよ、俺これ。いや、熱っ。いや、でもね、デリがやっぱ強いよね。なんか普通、結構ね、ラバ結構きつかったりするんですけど、そう、デリバリーが熱いっすね、やっぱり。相手すごい笑ってる。マジ一発だけかましとくわ、マジで。燃えとこ。燃えときます、はい。かわいそうに、つって。負け煽りかわいそうに、つってね。はいはいはい、いいっすね。デリ強いわ。さあ来ました。お、日本人だ。この方はね、ペッカラムかな、多分。ペラムの人っすね。ペラム、ちょっと嫌だな、ペラム。ペラム嫌だな。よろしく。ペッカラムちょっときつそうだな。ペッカがきついんですよ、やっぱり、このデッキ。まあでも、まあ、ワンチャンスはあるんすけど、進化ナイトのね。多分、相手もでも進化ナイトなんかな、わかんない。いやー、ちょっと動けないっすね、これ。マジで。マジ動けない。あ、まあ、これはリトプリ行きましょう。はい。で、まあ、ラム、ペッカ、だからちょっとむずでも相手がライトニングなんで、そう、リトプリがね、相手多分ちょっときついんですよね。そう、だからリトプリを生かしつつのみたいなはありなんですけども、まあこの打ち合いでどうなるかみたいなところはあるんですけど、さあこれ消えてあげる。さあこれ、いやマジ射抜かれてんの、普通に話違う、マジ普通に。ざけんな、マジで。いや、でも、なんか俺のユニットの方が優秀だったな、これ。いや、これは、ちょっとエリクサー溢れるんですけども、デリバリー落としてあげて、はい、こんな感じで、よいしょ。いや、いいっすね。はいはいはい。うん、まあでもね、多分2倍前までは、マジね、お互いなんかもう挨拶するしかないですよ、マジで。マジ挨拶するしかない。いや、もう本当にね、お互い多分ね、何しても刺さんないんで、多分。2倍以降なんすよ。いや、これがむずくて、ボーラーマジでね、たまに外すときあるからな。ほんまに、怖い、マジで。ボーラー怖いんすよ、マジで。ボーラーマジで怖いからな。頑張れ。多分もう一枚これ切ってくるから、OK。はい、ここで、さあ行きます。で、まあ、リトプリっすね、これ。これリトプリで、まあ、やってあげる。OK。はい、リトプリで回収っすね。いや、これ、割とマジで熱いんじゃね？結構熱いんじゃね？どう？結構熱そうじゃない？なんか。いや、スキル切れたらいいけど、スキル切れたら熱そう。おいしょ！はい。頑張れ。いや、マジ、あのリトプリ、やばい。あのリトプリやばいよ。あのリトプリやばいよ。おいしょ。はい、いいね。さあ、いいね。うん、まあこれはボーラーが頑張ってくれそう。頑張ってくれそう。OK。いや、これさ、どうするどうするこれ。こっちじゃね？ほい！いや、なんか、2頭追うものは1頭燃えずみたいな。やつやな。これもう典型的なやつね。はい。もう両方構おうと思ったらこうなったんや。マジで。しんど、マジで。今のしんどいな、本当に。いや、なんか、中途半端やったな。どっちかやったな、マジで、普通に。まあ、これはリトプリでいきましょう。リトプリ出してあげて。で、まあ、スキルで守れたらいいけど、まあ、結構やってくんな。結構やってきはりますね、予定。で、まあ、これナイトで守ってあげて、よいしょ。はい。いやー、これどっちでもいいな。これどっちでもいいし、こっち行くか。こっち行って、はい、ペッカ来るでしょ、あれ。ペッカ来るから、これね、リトプリのスキル打ってあげたいですね。打ってあげて、よいしょ。はい。
で、まあ、ちょっと右入ってんな。結構右入ってんな。なんかこれでボーラー全部回収できるな、これ。ボーラー全回収だな、これ。ボーラー全回収プラン。なんならこれデリバリーでいい感じに回収できるプランね、これ。はい。いや、ボーラーマジ強い、これ。いや、マジリトプリまでやってんの、これ。マジ偉すぎ、お前。本当に。偉いな、お前。お前は偉い、本当に。お前は偉いよ、マジで。マジ偉いよ。で、これリトプリ出してあげて、ライトニング打つんかな、相手。打ったらやばそうだけどな、普通に。打てなさそうだけどね。OK。はいはいはい。打てないね。これちょっと突破してほしいけどな。ちょっと突破してくれたりしないか。あー、OK。はいはいはい。で、ペッカー一発でかいね。この一発美味しいよ。で、まあ、これは高め。いや、これ、ライトニングで、ブッチーだ。これ、ライトニングブッチーだ。ライトニング。はいはいはい。いや、めっちゃいい。めっちゃいいよ。めっちゃいいよ。で、これ、大砲置いてあげて。で、ラム来た方にボーラーすね、これ。ラム来た方、ラム、え？あれ、マザネクあれ。じゃあ、あ、これ左っすね。左出してあげて。はいはいはい。OK。でもすることないな、これ。マジすることないな。いや、これは出してもいいっすね。で、なんでかっていうと、右攻められたいからですね。カウンター来るの、右攻めると。そう、だから、こっちデリバリー落としてあげて。はいはいはい。どっかで多分相手ね、端前絶対来るんすよね。絶対ペッカ出さないといけないっす。そうそうそう、ほらね、来るでしょう。はい。このタイミングか。まあ、これだったら、まあ、トルネでいい感じに。こっちやってあげつつの、はいはい、これ、進化ナイトで、はい、こっち。いや、ここちょっといけそうっすね。ここはもうエレジー GO っすね。エレジー GO してあげて、GO 広めっすね。カモーン言うて。で、まあ、あとはライトニングブッチーすれば、みたいなところはあるんで、さあ、ここはライトニングブッチーしてあげましょう。ライトニングブッチーしてあげて、で、まあ、あれはね、リトプリで守ってあげつつの、どっち来るんだろう。どっち来るかわかんないけど、よいしょ、はい。いやー、これ、マジ怖い。めちゃくちゃ怖い。めちゃくちゃ怖いよ。これ、どっちも怖いよ。どっちも怖い。どっちも怖い。はい。こっち。よいしょ。いやー、いい。めちゃくちゃいい。わー、めちゃくちゃいい。で、こっちおいでして。はいはいはい。で、トルネやります。トルネとデリバリーでこれ全部守れると。いやー、デリが強い。デリが強い。デリが強い。マジで。で、あとはライトニングっすね。はいはいはい。いや、デリバリー強いな。マジで。防衛力やばい。いや、マジ、ペラム勝てんのやばいっすね。そう、これ多分、ドリオワやったら結構きついんすけど、デリバリーがね、なんとかなってくれますね、マジで。デリ強いっすね。熱っ！いや、なんかマジで、本当に上位互換。うん。ドリボバの上位互換でしかないっすね。刺さってんな、環境に。めちゃくちゃいいな。本当に強えわ。あー、ラストぐらい行く？今多分4連勝してるから、ラストぐらい行って3000いって折れますか。さあ、来ました。ミニ CB。うわ、何やったっけ、こいつ。うわ、なんか遅延スケアちゃん。待って、何やろ。うわ、全然違うわ。全然違うわ。ウォールベイカーか。なるほどね。でも最近やとなんかマザネクのウォールベイカーは流行ってるんですけど、マイティ、いや、これあいつだ。あ、思い出した。こいつあれだ。親衛隊だ、これ。親衛隊なんで、多分ブチブチできます、これ。はい。ブチブチになります、相手。俺ね、マジね、ボーラーが相手めちゃくちゃきつくて、もう多分ブッチーですよ、これ。めちゃくちゃブチブチになります、これ、多分おそらく。さあ、いや、まあそうですね。まあこれ来るけども、まあこっちはこれで守ってあげて、さあリトプリ向いてほしい。はい、こっちに。オッケーオッケー。はいはい。まあ右は、まああの、あれはね、挨拶エレジです。はい、もうね、さすきないっす、正直。挨拶エレジあれ。マジで。合わせる方なかったから挨拶エレジしといてあげて。いや、あれどうしよっか。あれどうする？あれどうする？デリバリーで守れるか。よいしょ。デリバリーで守ってあげて。で、はい。いやー、いいっすね。デリ強え、マジで。これも守れちゃう、デリ、マジ強えわ。で、まあ、これすることない大砲置いといてあげて。で、ウォールベイカー相手出したいと思うんですけど、ここにあると、そう、出せないんすよね。そう。でも相手動いてこないな。エリアド、やばくね、多分これ。ゲスボーラー行こう。なんか相手動いてこないもん。あー、いや、これ、多分一発抑えれるんじゃない？どう？大砲！うん！あー、いい。いいっすね。ここ、相手なるほどね。はい、へへ。これでもさ、生き毒であると思うやん。でもね、これ多分行くとやばいんだよね。多分行くと、多分ね、カウンターで死ぬ可能性あるんで、これ一旦チル。なんでかって言うと、相手ね、あれなんですよ。はい。あの、親衛隊、進化親衛隊なんですよ、ここ。このターン。だから、まあ、ここは一旦のチル。チルアウトしてあげて。はいはい。チルアウトですね、これ。チルが大事、マジで。でも、あれね、むずいんだけど、まあ、切らなくていいか。切らずに行くか。切らずに行ってみよう。はい。で、まあ、あれはトルネで強制してあげて、こっちに、はい、強制してあげて、で、これボーラーがあるんで、ボーラー先生がマジそうなんで、はい、で、なんなら、あの、進化ナイトもありますと。いや、これ熱いな、いや、マジ、熱いな、余ってやりすぎじゃないって、これ。これ、強っすね。これは、強よ！はい。で、もう、エリジ。強よ！で、エリジ！で、死にたい！これ、マジ、これが強い。これが強い。マジで。これが草強い。
で多分ここら辺で多分スキル来るから、そうこれでリトプリのガーディアンブーンやってあげて、はい、であいつはトルネでいい感じにやってあげる。はい、こんな感じでまとめ上げプランですね。まとめ上げプランで多分相手ジジイやん、ほら泣いてるでしょ、これね、これね、やばいんすよマジで、これ止まんないんすよ、相手のデッキね、マジボーラーエリジ組んだら止まんないんすよ、はいそれ1回で持っていけるマジで気持ちいい。ああいう小物系はね、マジボーラーがもう暴れ狂うし、デリバリーも強いんだね。デリやばいよね、デリマジ強くね、なんか本当に今の環境にブチブチに刺さってるわマジで。なんか痒いところに届くからね、いやいいねマジで。デリバリーマジ熱いな、やっぱ世界一が使うだけあるわ本当に、デリバリー強かったな。さあ、まあこれで3000いったかな。サバアカも3000いったんですね。おめっちゃピーピー言ってるサバアカも3000いけましたね。オッケーオッケーオッケー、はい、まあということで、今日はここまでにします。はい、ということで、またチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。次の動画で会いましょう。バイバーイ。